今のオーケストラサウンドと合唱、そしてお聴きになっている皆様方お一人お一人のね、心の中にもこう足がガーッとこう湧いてきて、それが一つになっているんじゃないかなと思います。今の歌ってた歌詞の一節にね、こういうところがありますね。夜の支配に朝の光がすでに勝ち、あなたの夜明けが来る祖国よっていう言葉があるんですが、まさにこの言葉をウクライナの方々に、お送りしたいと思います。さて、先ほどご案内もございましたが、お隣にあります東京芸術劇場8階と9階がライトアップされて、あたりも暗くなってまいりまして、ちょうどこのウクライナ、カラーにね、ブルーとイエロー、なっているわけでございます。そういうグローバルリンクから、お届けしているウクライナ応援コンサートでございますが、ちょっとここでマエストロにもお話を伺おうかなと思います。マエストロ小林健一郎さんです。もう本当に連日いろんなのニュース映像でね、伝わってますけども、ちょっと前の映像を見たら、避難をする駅があるんですけども、そこでみんなもうごった返してるんですけど、そこにピアノが1台ありまして、ね、そこにやっぱりピアノを弾ける男性が弾いて来て、音楽を奏でる。するともう本当は避難しなきゃいけないっていう、もうさっき立った空気かと思ったら、そこにウクライナの人たちが集まってきて、一緒に声を合わせて歌を歌ってるシーンがあって、やっぱり音楽っていうのはどんな場でも人をつなげてくれるものがあるんだなと思いましたが、今日はマエストロはいつも何回も演奏なさってる名曲なんですけど、このフィンランディア含めてどんなお気持ちで式壇にお立ちですか？ちょっと恐怖がありました、最初の音を出す時が。しかし皆様、すごくこうパッションフォーク何、情熱こう、コンフォーコっていう感じでお弾きくださって、普通の音の3倍ぐらいが出てたんじゃないかと。こういうふうにオープンテアターだとやっぱり音の出がちょっと空気によって動かされてしまいますけれども、そういう意味では心から弾け、心に、皆様の心の左まで届くっていう思いはいつの間にか、なんだろう、いつまでも記憶に残る、そしてこれからのウクライナの助けになると、そんな感じをしました。そうですね、はい、しかもグローバルリンクにこんなにたくさんお客様がいるっていうのはもう人の海です、これね。ウクライナ応援の海が今できているという、そこでオーケストラサウンドが響くっていうのも本当に記念的な、場面だと思います。さて、今日3月11日というのはご承知の通り東日本大震災から11年の日でもございます。まあ、この日は本当にマエストロも福島県いわき市ご出身でございまして、まあ、この日は特別な日になるわけですけど、はい、まあ、祈りとか、その何て言うのかな、その、まあ、応援ということも含めて、これから応援す演奏するのはダニーボーイでございます。はい、これは非常にしっとりとした情感あふれる音楽でございますけれども、母親が、あるいは父親が子供を思う気持ちが描かれた、この味わいというのはまた今日祈りにも通じるものがございませんか？そうですね、素晴らしいです。特にこのアスカちゃん、ちょっとクライマックス弾いて、コンサートメッセージの瀬崎アスカさんです。クライマックスだけ、一つを狙い、いや、風呂が詰まっちゃってるんです、すみません。ちょっと変えます、ね、本番でね、本番でいきましょう、本番で本番でね、はい、ということで、この次はダニーボーイでございます。この曲はもともとロンドンデリーの歌というね、歌があったんですが、これを1913年第一次世界大戦が始まる前の年でございますが、イギリス人のとある弁護士が詩をつけました。母親が
息子が行っちゃうんだな、父親でもいいんですけど、親が息子が行っちゃうんだな、帰ってきてくれよ、いつまでも待ってるからねっていう、そういう詩を書きまして、そのロンドンデリーの歌に合わせて発表したのがこのダニーボーイという音楽でございます。311の祈り、そしてウクライナへの祈り、そんなものを重ねてマエストロとコバケンとその仲間たちオーケストラがこれより演奏いたします。皆様よくご存知のダニーボーイでございました。今コロナでございますんでね、普通だとブラボーだとか